リンリンハローパラレル、リンリンパラレルのリントです。本当何回やんねんっていうくらいの三将王の刑事アップデート、パチ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 ということでね、いやーこう数日ねメンテナンスとかいろいろやっていて、なんかここちげえな、あれちげえな、これもなんかあれだなっていうことで、もうなんかちょっとなんて言ったらいいのかな、こう細かい違いをねずーっとやり続けてこうなっております。もうなんか何個やんねんっていうねどんだけそんなその時間かけてねいろいろやるんだよっていう感じなんだけど、一応現状の最終かな。でもうそろそろ先日ねお預かりしたよっていうことでね、サニーくんがね来たんですけれども、一応この動画でも他の動画でも言ったような気もするけど、言ったかな言ってないかな、なんか記憶が曖昧だな。ですね、サニーが男の子っていうのが分かりましたってか、教えていただいてて、でその方に、シェフィーの雌雄判別もしていただいて、シェフィーは女の子らしいです。なんでペアで今いる状態にはなってます。今日はあんまりご飯食べておりませんね。よいしょ、はいって感じです。この子たちもね元気にやってます。はい、でそろそろですね沖縄シリケンイモリがうちに来ます。名前はまだ決まってないです。でシリケンはもうもともと欲しかったなっていうのと、シリケンと、エゾサンショウを共存をねしっかりさせていくために、ケージのレイアウトだったりとかそういうところもねいろいろやっていきたいなっていうところでやってたんですけれども、コケリウムがこんな感じで変わりました。で今ちょっと冷やしてる最中なので、この後この動かさない状態でご説明した後に開けて中実際見ていくんですけれども、何をしたかっていうと、もともと今流木がねこうドンと上に置いてあると思うんですけれども、奥に、竹がねこうやって置いてあって、でそっからね水がちょろ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 って出るような滝の作りをしてたんですよ。なんですけれども、その滝がそっからこう水が跳ねて、でこの下のところにね水がここの辺に溜まって垂れてきちゃってたんですよ。で水もすごいなくなっちゃって、水位もねなんか下がっていってっていうのがあって、なんかおかしいなと思って、数日こういろいろやってるうちに、ここがダメなんじゃねえかなっていうので滝の位置を変えました。で滝は今こっちの観葉植物ね、これここのなんて言ったらいいんだろうね、これメタセコイアみたいなやつを伝って下に流れるようになってます。でメタセコイアのあそこの裏のところに、ろ過装置はねここの下の水のところにあるんだけど、こっから滝がこういう風につながってこうね、でこっからちょろ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 って出ている状態になってます。で奥のところには前あった通り白いレンガの植木鉢みたいなやつはそのまま健在です。はい、で上のところにこっち隙間がね空いてるので、ここのところを竹をねいい感じの長さに切ってはめて、下には入らないようにっていう構造にしてます。でそこの竹のところとね、こっち側の苔の部分で、橋を作るように、流木が 1,2,3 個置いてあります。でこっち側の黒いなキャップみたいなのついてるやつね、あれ後ほど見せるんですけれども、あれはわらじを入れる用の餌入れになってます。ちょっと返しをつけてわらじがあそこから出ないようにしてます。なんであそこで餌だよっていうのを覚えてもらおうかなという作りです。で手前のところに苔が2つ、このなんか水苔系のなんかやつと普通のなんだっけ、なんか卵苔とかになる苔系がこの辺に置いてあって、でここはシリケンが来た時のシリケンの餌入れとして使おうと思っている器です。であれには赤虫をね入れてそのままそこでね食べてもらおうかなと思って、設置してます。まあ、シリケンがまあ来てからになるかなと。まあ、シリケンも多分わらじは食うと思うんだけど、うち赤虫もねあるんだけど、赤虫食べないんでね山椒ちゃんたちが。
で、まあ、できればその赤虫をね、シリケンたちが食べてくれたら嬉しいなと。で、シリケンはね、金箔が入ってレッドラインが入ってる、オスメスペアをいただく予定になってます。なんかね、めちゃめちゃ生まれたらしくて、今ね40匹なんか飼育してるらしいです。で、すごい繁殖にも成功してて、来年もまた増えるわって言ってました。で、その人はですね、あるお部屋が一室、山椒魚とイモリと、イエアメガエルとかも、なんか両生類ばっかりの部屋があってですね、大きく滝が流れている変な部屋を作ってました。ちょっとやばいです。家の中にビオトープみたいのがあるところで、で、そこに、放し飼いしてる、両生類がいくつかいるのと、ケージでちゃんと飼われてるのがいくつかいるって感じで、もうなんか霧がね、黙々と、立ってるような私の家以上にやっべえなって思った家でした。この間行ってきたけど。そう、お話はね、いろいろ聞いてたんだけど、実際見るとね、全然違うね。で、さすがに動画の撮影はね、やめてって言われたから、してません。もう個人の趣味でやってる人なんてね、いや、もうマジでやべえなと思いながら、見させていただきました。はい。っていうか、だから、まあ、シリケンイモリね、2匹譲っていただく予定になってます。で、実際ね、中開けてちょっと見ていきましょう。ほい。手前は、まあ、こんな感じでね、段差作って、まあ、隙間とかもね、あんまり入れないんで、ここ、まあ、入ろうと思ったら入れるけど、まあ、多分入んないでしょうっていうところ。で、ここまでね、最近出てこないんで、出てきても、やっぱここの湿ってるところが好きでね、上にすぐ登っていきます。で、流木。この辺の流木はね、こう、簡単に取れちゃいます。で、ここに、こんな感じで餌皿があります。よいしょ。で、ここも餌皿ね。これはね、100均で買ってきた器に、わらじをこんな感じで入れて、で、これがね、あれです、モンスターのスポーツドリンクタイプ、炭酸入ってないタイプのやつの蓋を、ここ加工して、で、ここにね、蓋の返しが中でついてるので、ここで返しで上に上がれないようになってて、で、ここをね、もうアロンアルファでガッツリつけたっていう、もう超自作です。なんかね、これくっつけれるんじゃねって思ってくっつけてみました。したらくっつきました。はい。で、ここがね、流木がいくつかこうただ乗っかってるだけなんですけれども、こういう感じでね、よいしょ。はい。で、奥があんな感じです。あそこにろ過装置があって、で、ろ過装置の水があっちのところに流れるようになってて、で、あの下から土とか全体にね、水が行き渡って、そして水辺ができるという状態にしてます。で、最近はね、山椒魚ちゃんたち、モノとクロは下のところにいます。この観葉植物の名前は全然わかんないけど、しかもなんか新芽出てるね。ほら、成長してる、新芽出てるわ。で、奥はね、こんな感じで砂利がいっぱい入ってる状態になってます。そこにちょろちょろちょろと滝がね、流れるような感じで、あれはあれでね、なんか神秘的でいい感じですね。で、あとはここにはこういう感じでね、よいしょ、こうだね、こうだね、こう置いて、よいしょ、こう置いて、で、この上に、こんな感じ。これあれだね、流木もこうくっつけちゃってもいいかもね。ここの部分とその接点の部分だけくっつけて、で、1個の流木の状態にしてカポって取れるようにした方がメンテナンスしやすそうだな。あとでグルーガンかなんかでくっつけちゃおうかな。うん、なんかそれでいい気がするな。
その方がメンテナンスしやすいな。あれ1個でガポって取った方が、うん、この辺の流木はね1個なんでこのままトンってやれるけど、奥の方はこう3つをね流木を重ねてるんで、うん、最初からくっついてる方がやりやすそうですね。はい、っていう感じの、構成になってます。で、隠れ家っていう隠れ家はあんまりないので、どこにいるのかは分かりやすい状態。山椒もねこうやってめくってあげると見れるので、こんな感じでね、で、あ、いるねっていうのが分かるんで、あの隠れてても、そう、あ、ちゃんと出てきたね、あんな感じで見れるし、もう一匹もそこにいるしっていう感じで見えるんで、あの問題ないかなってところです。まあ隠れ家がどこになってるのかが分かればね、正直なところ、はい、2匹こうやってねいます。うん、かわいいね、ごめんね。はい、こんな感じになったケージでございます。当分このケージのままいけるんじゃないかなと思います。メンテナンスもしやすいしね、この流木外してこれパコって取っちゃって、で、あの流木がちょっと今取りにくかったけど、あれ3つ後でくっつけてパコって取って、横のところの竹はね、あのうまくはめてるんで、それはグッと抜いたりはしますけど、それやっちゃったらもうあとはコケリウムのこの奥の部分はそのままプラケースで1個で抜けるんで、あのかなり掃除メンテナンスもしやすい状態ですね。で、温度自体もかなり安定して保てるのでいいのではないでしょうか。もうやっと、本当にやっと完成かな。これでね、福桃ちゃんたちのケージも完成したし、ロッペ様のケージはもうずっとこのままだし、この子たち、シェフィーとね、サニーも全然余裕でね、ケージとしてはもう完成してるので、満足いく状態かなと思います。今ね、そのシリケン以外にもイエアメガエルをねおすすめもされてはいたんですけど、イエアメはまたこう立体活動するのでね、高さのあるケージで飼育していかないとなと思うんで、ちょっとこの辺置けないんだよね。だからね、イエアメはちょっと考えてます。まあ餌に関しては全然余裕だとは思うんだけど、はい、っていうところでございました。またね、山椒だったりとかケージのレイアウト、あとは細かい何か調整したところがあったらまたご紹介していこうかなと思います。ということで本日は以上となります。以上、リントでした。ぜひチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、ツイッターのフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。